いわき市には市営グランドが14箇所あるんですが、その後のその中で10箇所が今瓦礫場なんですよ。で、まあ、震災後からずっとそういう状況が続きまして、まあ、子供がちっちゃければちっちゃいほど、だ小学校の子供たち、まあ、スポ少の野球のスポ少のチームになると練習場所がない、で試合する場所がない、何年かかっててもとにかくグラウンドを作って、瓦礫場になったところで何年後にグラウンドになるかわからないんですよ。今現代だっても山になってますし、で、まあ、瓦とかガラスとかそういったものがあればそのグラウンドも、ね、一面削って土を入れ替えないとグラウンドになりませんから、瓦礫がなくなったらもうすぐ試合できるわけじゃないんでね、これ何年かかるか分からないんであれば自分たちでねそういうグラウンドをなんとか作りたいという思いから、まあ、それを機にねグラウンドが出来上がればそれを復興のシンボルとして全国の子どもたちがそこに集まっていただいたり、そんなグラウンドができたらなっていうのがまず最初に思いついた設立、団体設立前ですけど、3月の11日の震災後、とにかくいわきの人に少しでも現金が欲しいということで、オフィシャルグッズ販売をいわきでやらせてもらえないかという話をちょっと、まあ、12球団にメールさせていただいたんです。いや、そんなの一人でやっても絶対できるわけないと、NPB の方紹介するから電話してみなということで NPB 紹介していただいて、で初めて電話するんですね、5月になって。で、まあ、NPB もじゃあ協力しましょうということで12球団に連絡していただいて、で、まあ、12球団の全部 OK をいただいて、で、まあ、日本で初めてですね、お名前のタウンモールリスポという、まあ、これも本当小さいショッピングモールなんですけど、ただ皆さんのそういう交流の場でもあったので、そこでまあ12球団のオフィシャルグッズ販売をしながらですね、皆さんそこの応援グッズを持って T シャツを着てテレビに向かって応援したりとか、まあ、盛り上がったところがあって、まあ、だいぶ本当勇気つけられたと思うんですけど、仮設のお風呂を作ってくれたということから、まあ、付き合いがあってですね、他にもっと困ってることないのかと言われて、私がしてほしいことをしたらいわきに来てほしいと、で何で来てほしいって言うから、私はもう野球なんで、もし野球交流ができたら嬉しいという話をしたところ、舞鶴はもうオフになっちゃって、雪で練習も何もできないんで、もしあれだったら子供たち連れてっていいかっていう話になって、それはぜひ来てくれっていうことで12月の10日に去年来ていただいたんです。それで交流試合をやって、その日皆さんで宿泊していただいて、そんな交流ができまして、ね、これから寒くなって冬になりますけど、雪降りづらいので、どんどん練習でも練習試合でもいわきに行ってぜひやりたいと、まあ、野球好きないわきに集まる、そんな街になってくれたらいいなっていう。